上げて、ジャニーズの目立たせ、よし行くわ、電話取るぞ、どうもエンディングです。はい、ということで今回も、ライブ先で訪れた福岡からお届けしたいと思います。じゃあ、はい、福岡旅楽しいよ。はい、で今回向かう先は、うん、でまあ、ちょうどライブも始まりましたし、うん、そういう安全祈願とかいろいろ大事大事含めまして、ね、はい、題してですね、全国ツアー成功祈願太宰府天満宮満喫ツアーとさせていただきたいと思います。来ましたね、もう楽しみ、ね、ただ皆さん覚えてます、この間の、うん、匿名激写の罰ゲーム、うん、ああやりましたね。こっちから向こうが負けたわけ、はいはいはい、負けましたね、認めます。太宰府天満宮で食べる食事は負けたチームのおごりになるっていう。おー、そうなんや。佐野ね、はい、負けた佐野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 、マジで何でも食べてよ、ね、食事はもちろんマジ何でも食べてくださいよ。皆さん、ここはちょっと甘いましょう。申し訳ないなと思ったんで、マジ何でも食べて。まあじゃあせっかくなんで、まずは観光楽しみにね、さすがドライブしましょう。はい、うん、よろしくな。よろしく。よし。行ってきまーす。行ってきまーす。バイバーイ。こぼれ、こぼれ、こぼれ音じゃん。こぼれ音じゃん。サングラスこぼれやったな。サングラスしたらこぼれ音したぞ。二人おったな。こぼれ音がおったぞ。本物やぞ、あれ絶対。ほんとね、左。見ます。おい。ほじきは飯行ったりないの、東京の子。誰と東京の子、うん、東京の子とご飯、みずきくんぐらいか。あ、みずきは行ったよ、前も行った、うん、あいつ奢ってくれんのよ、かっこいい。東京ではみずきは奢ってくれる、大阪では俺が奢るって、あ、いいな、そうそうそう、いい関係性やな。ちゃんとそのルールがあって。俺もそうやわ、大阪ではバナさん俺が奢って、東京ではバナさん割り勘。割り勘割り勘やん、割り勘やん。ちょ、まさや、その何もおったからな、ちょっとバナさんがケチに見えるやん、それする今、まあ、しゃあないしゃあない、何もおったからバナさんを落としたで、ね、ちょっとルール適用外やったから、何もいたから、俺もちょっとリチャ君は、その相関図やって以来進展はあるんですか。今相関図やったらね、そうそう、めっちゃ変わるんじゃん。何回か合同してますもんね、うん、交流とか増えたんすか。あー、ないかも。連絡先とか交換したり、交換してない。全然してない。え、でもなんか森山くん仲良いないですか。あ、ほんまや、なんかちょっかいかけられてましたよ。あ、そうそうそう、ね、あの、一方的、一方的に。でも向こうからの行為はあるわけっすよ。うん、いや、なんか、え、分からへん、距離感が難しい、東京の子って。いや、ほんまにそれは難しいない。でも関西って違いますよね、うん、関西って個性の東京の方がすごいってなる。でもなんか、こうマッサンが好きな子が全員離着のところ行く。いや、それあんねん。誰、織山くんとか流星。あー、そうや、関西も。なるほどね。みんなリチャくんとか行っちゃうの。なんなんなの、それは。リチャくん別に受け入れてるわけじゃないよ。受け入れてないね、別に。来んなよって言ってるとこに行って、おいでって言っても来てくれ。これでリチャくんがまさかどくんのこと好きやったら、ラブトライアングルですね。ラブトライアングル。リチャトライアングル。思い出させんなよ。ラブトライアングル。とはね、もう20歳なんですよ。今年な、3、4ヶ月で。あの日が飲めないな。佐野が二十歳の時と大違いやもんな。佐野が二十歳の時、まだかい、まだかい。そんなことないよ。だって変わってんもんね、今と。うん、確かに見た目が。でも比べたらやっぱおぼこいよ、当時。あ、ほんま。そう、雑誌とか見るとな、ね。昔の写真見るとやっぱおぼこいよな。でも大枠は変わってない。一時期、俺と大勢がめっちゃいじってて、めっちゃ嫌、まさやが嫌がってたのが、なんか写真撮るときに、まさやが顎めっちゃ引く癖やって、引きすぎてて、なんか、引きすぎて顎に刺さるぐらい。顎に、顎じゃあ顎が、喉に顎が刺さる。そう、喉に刺さるぐらい顎を引いて、ブリッコしてるのよ。あったっけ、上目遣いです。上目遣い言うてたな。そうそう、上目遣いあって。自分意識的にやってた。写真撮られるなんてもう、慣れへんやん、やっぱり。なるほど。わからんかったよ。逆に作りすぎたって感じ。わからんかったよ。わからんかったよ、ね、写真て最年少やからとか、そういう。じゃあ、わからんかったんだけど。わからんかった。そういうのはおぼこいよ、今考えたら。ウブやったな。ウブやな。さっきやったゲームやる。あ、やる。
あナダルさんのゲームあるじゃない、ナダルエバースリボリューション、例えば鉛筆カンカンシャーペンみたいな、あ進化すんの面白いね、お題それをやってで、さっきやった例えば草間リチャード・ケータカンカンロビン・ヨルゴンみたいな、あー進化したで、セーザーセイヤコンコン池のメダカ師匠はい、みたいな、おしゃいおい進化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 よ、進化よ、大ベテラン極める道はあそこですから、おいしょ、ほらあそこです、メダカ師匠、ジャニーズのメダカ師匠で、さ、そうそう、佐野正也、カンカン、オンチライオンみたいな、オンチライオンさん進化してるわ、心配ないさ、進化してるわ、それどうだったらアウトな、いや、進化できてへんかったり、ちょっとさすがに考え、実行しすぎたら、あーなるほど、考えすぎたらアウト、ちょっと間を空くの OK、 ちょっとぐらいやったら全然許容範囲です、で、これ失敗して一発役ですから、え、ミスったら一発やる、うん、でも楽しいからね、楽しいよ、ほんまに楽しい、で俺から言ってて、うん、だからま答え、うん、進化するもん答えてお題も言ってあげて、あ次の人につなげるってこと、そうそうそう、じゃあ俺からせいやくんでこう、あ違う嘘じゃねえ、あえあ道迷ってる、え大丈夫大丈夫、いかん、たぶん太宰府 IC には行ってたから、ちょっと待ってな、え、これ右の方、右とりあえずまず先だよ、マッサーから行く、マッサーで行きますよ、 A グループリバースエボリューション、車、新幹線、 A グループリバースエボリューション、 A グループ、関ジャニ∞、おい、 A グループリバースエボリューション、進化で大進化してる、携帯、でっかい携帯、あのー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 、スマートフォンとかでよかったのに、お前のしくじった、携帯でギャグちゃう、これはいっちゃう、失敗したお題でギャグしていくか、はい、オッケー、携帯、たい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 、はい、オッケー、 A グループリバースすごいやん、楽しい曲やん、楽しい曲やん、 A グループリバースエボリューション、トイレ、お風呂、アウト、ちょっと待って、トイレギャグお願いします、トイレギャグお願いします、チンチロ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 うわすごい、氷、かき氷、まあまあ氷は進化してるじゃん、美味しく食べれるようになってるから、加工してるから手間加えてるから、確かに確かに、福岡、むず、福岡、福岡、福岡、あー無理やろ、何が正解やねん、じゃあ九州とかなかったじゃない、広げればいいの、そうそうそう、他一発ギャグですね、リチャードさん、大丈夫ですよ、博多顔、じゃ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 、もうないぞこれ、この映像もないぞ、違う顔やぞ、すごいぞみたいな、みんなが思ったよりすごいぞこれ、どんな顔してたんやろ、 A グループリバースエボリューション、机、昇降可能式机、ガンガン、シャーペン、ガンガン、万年筆、おーグッド、窓、ガラス、素材や、素材の話やん、それ窓一発ギャグお願いします、窓一発ギャグか、うわここ景色綺麗、すっごい、あ、いた、あ、いた、いた、始まってる、なにこれ、そんなことよりドラムの豆すごー。
全員あ、うわ、うわ、うわ、今の出口ですね。あ、出口、出口、出口。マサヤ、マサヤがなんかやってる間に、マサヤの豆に聞い取られて、今の出口、夢中になるなよ、逆に高速あるあるやな。じゃあ俺もちょっと、芸人さんのゲームつながりと、ちょっと俺もアキナさんのゲームやっていいですか。はいはい、え、俺知らんわそれ。ヌーンゲーム。あ、ヌーンゲーム、それ10本の指の中に1個だけヌーンが混じってます、はい、1つずつ握っていってヌーンが出た人が負け。あ、なるほどね。じゃあ、俺からいっていい。うん、いけるよ。うぃーセーブ。じゃあ、じゃあヌーンヌーンヌーン。負けー、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 何そのゲーム、何でやるや、そのゲーム早いわ。一発ギャグやな、これは。9本残っててヌーン出る。ヌーンギャグ、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 ヌーンギャグ。あー、負けちゃった。アタクタ、アタクタ、アフタヌーン。おー、リジャ君からいきますよ。もう嫌や、もう嫌や。一回言ってちょうだいしましょう。さっきちなみにどこで会うてさっきは左手声で。あ、オッケーオッケー、よう見るな。うん、じゃあ、行くわ。じゃあ頑張ってください、ね、気をつけて。さあ、2連続見たのに。ねぇ、今のは左人差し指やな。そうやな、分かりやすかったな。いや、分からんやろ。今のは見えたけど、ぬーぬんちゃうよ。全然見えたわ。全然ぬんかなかったもん。ぬんって何？ぬんかなかったとかある。ぬんギャグ？あるんや。ぬんって何？ヌンギャグ来る？ヌンギャグ。じゃあまずはもう一回指やって。はい。でん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 。決めた、ヌン。ヌン。あ、入ったヌン。入れんねや。はい。はい。右小指。うぃー。あー。右なんでもいけんねやろ。はい。どういう？右人差し指。右人差し指。はいはいはい。あー、よかった。危ねー。ノーヌー。じゃあ俺、右中指。右中指。右中指。ノーヌー。あー、ノーヌー。じゃあ俺、右薬指。右薬指、ヌーン。あ、ヌーン。ヌーン。ヌーンや。ヌーンや。ヌーンや。軽く、軽くヌーンだ。ちょっとあれ？でもまだ続いてるゲームが。ってことは、ヌーンが2本あるってことか。十分の2？ 十分の1言ってたやっけ。じゃあ、マリちゃん、マリちゃんが。マリちゃんが。じゃあ、中指。中指。左。ノーヌーン。おーい。じゃあ、右親指。右親指。ノーヌーン。ロケーセーブ。マサトくん左手小指ノヌーン。あ、親指、左手親指、左親指ノヌーン。おはよう。この2本だけです。左手薬指ヌーン。ヌーン、ヌーン、1玉ごと。ヌーン、1玉ごと。ちょ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 、右無理やな、これは。お前、早いねって言ったから。今、ヌーンやってない。じゃあ、原作のしろよ。分からへんやん。いや、無理やろ、今の。こっちやって。ミスった。またミスった。またミスったぞー。ミスったぞー。運転変われ。変わるな。俺やったら今の言ったな。さっき、ゲームしてた時に、降りるところを間違え。間違え。10キロ先まで来ました。わら。10。じゃあ、こっからまた10キロ戻るってことですか？そうです。よしよし、頑張ろう。で、ちなみに雨も降ってきました。あら、小雨。食べ歩きやの、今から。でもワイパーあるから大丈夫だよ。ほんまや。確かに。ワイパーあるかな。ワイパーやってくれよ、大勢。ワイパー！そっちじゃなくて、普通のやつ。ちゃんとしよう。これ、これ、これ、これ。昨日までライブやったからな。つけますか？で、何つくんちゃう？わからん。あと10分ぐらい。10分。もうやな。一発目何食べるか大事やな。確かにな。明太子食べてへんな。屋台で明太子とかあるの？屋台ってどうなの？そんな感じだよ。普通に太宰府行くなら、おみくじとかもしたいね。確かに。うん、シンプルに。何言ってんの？うわ、すげえ。電車に太宰府行きがある。レトロ、かわいい。何この電車？西鉄。これ、あ、西鉄。さっき写真撮ったのかな。さっきの。これめっちゃいいや。太宰府行きってなんか、いい感じの電車。もう間もなくあと3分です。よいしょ、やった。マサヤ、俺たこ焼き食いたい。大阪で食え。マサヤ、名古屋コーチン食べたい。名古屋で食え。カニ食べたいわ、カニ。北海道行け。
マサヤ、俺明太子食べたい。食べよう。食べよう。食べさせてあげるよ。美しない高校。なんでそれ読んだ今。なんか読みたくなった。りちゃくん、駐車場入りますよ、今から。えい。何人以上じゃないかな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。ありがとう。いや、よかった。なんだかんだよかったっすね。2回間違えたけど、全然よかった。楽しく喋ったしね。間違えてないのと一緒、あんな。さあ、ということで、到着しました。太宰府駅。太宰府駅。来ました。こっちに行くと、太宰府天満宮があるそうなので、早速行きましょう。よいしょ。ノンストップで行こうぜ。オッケー。ありがとうございます。もう何個かリストアップできてました。よし、行こうぜ。今度は行くからね。よし、行きましょうか。おっしゃ、行くよ。マジ、みんな気になるのあったら何でも言ってね。めんべいはお土産で買って帰りたい。めんべいお土産はダメよ。なんで？でも家族の分と友達の分。友達は絶対ないよ。ここ、福岡名物、嘘の餅。これだ、名物だし。何それ嘘。嘘の餅、青じそ風味の、読めへん。え、名物なんですか。そうですね、嘘の餅は。はい、もう75年ぐらい前から。歴史がすごい。はい、じゃあこれ一つお願いします。はい、じゃあお願いします。買ってきてください。はい、買ってきてください。嘘の餅。我々はこの間にちょっと他のやつ見に行ってんの。なんで他のやつ見に行くの。おかしいやろ、他のやつ見に行く。もったいない。帰ってくるから俺や、ここ。手分けしよう。わー、かわいい。何これ。あ、ホットドッグですね。ホットドッグやって。お肉屋さんが作った全品の裏。え、太宰府ドッグって何。太宰府ドッグ食べよう。太宰府ドッグ食べようや。どう違うの。朝や。ちょっともうあいつほんま使われへんわ。使われへんわあいつ。太宰府ドッグ食べようから、お金。おい。財布、財布だけ。ちょっと別の。財布。出たいっぱいいます。あの好きにすかよ。店員さん来てくれ。アイションバンドだ。そんなオープンにすなよ。マサヤ、じゃあ買っとくで。買っとく、買っとく。いらん、マサヤ。え、いる、いるわ。マサヤ、僕買って言ってます。ダザフドッグ何個言う。これっち、ダザフならでは。みんな1個食べれる。1個食べれる。これ6個。6個。野菜フドッグ、6個もらう。これ、俺チーズドッグ。え、俺チーズドッグ。チーズドッグ。じゃあチーズドッグ2と、飛び梅ドッグ2と、太宰府ドッグ2を。ありがとうございます。一番人気やし。あ、ちょっとロケしてるみたいな。ロケしてるな。あいつ。ロケしてる、一人ロケしてる。ここ、坂本龍馬が泊まったとこだ。江戸時代の終わりのね、旗の跡なのよ。坂本龍馬とか、カツカリです。すごっ。中岡慎太郎が子供です。すごっ。すっごいな。そういうところ。そんな歴史あるところの有名な歌詞を。ありがとうございます。100円で。お待ちしてます。ありがとうございます。一応買ってたよ。ありがとう。あそこすごかったよ。よかったな。あそこ坂本龍馬とか勝海舟とかが泊まったところに行けた。何それの中でも、これはね、75年ぐらい歴史のあるお菓子。あら、素晴らしい。すごいところやった。一人ロケしてたよな。あの、めっちゃいいよっちゃんやった。めちゃめちゃロケしちゃったもん。そうそう、俺一人ロケ。うん、すごかった。勉強になった。うん。そんな高かったこれ。結構、だって600人。2。あ、すごいね、6人って。やる？すごいね、お値段。美味しそう。あ、炭酸ジャニーズ。すげえ、リチャ君のこれすげえ。男の子は炭酸ジャニーズも。リチャーソソです。リチャーソソ。リチャーソソ。え、この切断した大好き。うわ、ありがとう。すげえ。嬉しい。リチャーソソやね。嬉しい。YouTube です。うお、すごい。嬉しい。めっちゃ知ってくれてるよ。ありがとう。お姉ちゃんが少年星だから。少年会。少年会。少年会。A グループの YouTube もぜひ見てね。わかりました。どうですか。やっぱ目印担当や。いや、すごいよ、やっぱ。すごいよ、これ。マスクに目されてバレてる。リチャードさんって言われてからもう。やっぱリチャードさんとお財布さんは。お財布さん。このグループは。お財布さん。太宰府の糸島さん。ごめんなさい、お財布。太宰府。太宰府ではお財布さん。お財布さん。
俺こんなに持ってるの見たことないすごいなどうですかこれ一銭も払ってません私めっちゃ甘いすごいダザイフサイダーは何だったのたまや6人の夢を収めさせていただきますお願いしますドゥークイヤーネオルいや、おもろすぎて怖いのよライバルになっちゃったのおもろすぎて距離取られんのやばいほんま2016年からずっと長っ7年ぐらい続いてるやんとはずっとなんかなおかしくなっていくしな可愛かった今も可愛いけど今めちゃめちゃ可愛い